軍服姿の特王デムチュクドンロブは南モンゴルの政治家。通称特王。中国語における字は、危険 ?1930 年代から日本軍に協力し、猛コ連合自治政府の主席を務めた。デムチュクドンロブ、李主神及び日本軍軍人、ソニド、右肩にチンギスハーンの30代目の子孫として生まれる。1908年に抜き殺かつの職を継ぎ、 北京政府からも認められる。1919年に州手のひら果たになったのを、手始めに地方官職を歴任する一方で、内毛小自治運動に関わる。満州事変勃発後、徳王は日本軍と連絡を取り合うようになり、同じ内毛小自治運動を指導していたユンデン、ワンチュクなどもに1933年に内網高校会議を結成。国民政府に対して、 高度な自治を要求した。これを認める形で、翌1934年に、毛古地方自治政務委員会が成立、特王は、秘書長となった。その後1936年2月10日に、関東軍の指示の下毛古軍政府が成立すると総司令、総裁に就任。1936年11月に、特王機関の内毛軍や立主進と、王江などの部隊が、 関東軍の講演を頼んで、水援省に進出し、同省主席の風作義軍に撃退された。六甲橋事件の後に日本は内蒙古方面へ本格的に出兵し、1937年10月17日にパオ島を占領。雲王、徳王、李主心はこれに応じる形で10月28日に、厚輪にて蒙古連盟実政府を成立させた。当初、 雲王が主席となり、翌年3月に雲王が病没すると、徳王が公認の主席となった。1938年10月、徳王は初めて訪日した。純国賓待遇を受け天皇に拝謁し、訓一等旭日賞を受勲した。猛古連盟自治政府は、1939年9月1日に、薩南自治政府、新北自治政府と合併し猛古連合自治政府と、 なった。首都は、カルガン口に置かれ、名目としては、王朝明政権下の自治政府という位置づけだった。1941年2月特王は2度目の、訪日を行った。自治国として承認させることであったが、承認しなかった。1942年、東条首相は大東亜共栄圏の首脳を招いたが、特王は出席しなかった。 万津吉政権以前にはモンゴル語と漢語を学習していたが、万津吉政権成立後は漢語を排除して日本語に取って変わらせた。1934年に設立した全輪協会は日本語教育による学校を設立した。また新日モンゴル人を増やすために日本への留学も行わせた。特王もモンゴル人青年八人を選抜し、経済、航空、 工業、軍事、医学を勉強させるために日本に留学させた。1939年9月1日カルガン口にマン・ツヨシ学院が開かれた。そこでは本地域の地理歴史の特殊性を認識し、傍教第一線で働くために必要な教育が施された。猛虎地地区に政府の文部官と自らの家族に聖愛旗の砂地への避難を命ずるも、ソ連と モンゴル人民共和国の連合軍への特使が拘束されたため、側近とともに知事北平に空挙する。1949年に人民解放軍が北平を占領すると脱出して、国民政府に再度ない猛虎の自治を要求。1949年4月13日には、猛虎自治準備委員会を結成して、副委員長、8月10日には、 モーコ治政府を設立して主席となったが、モンゴル人民共和国と接触を重ね、1950年に、モンゴル人民共和国の独裁者ホルロー議員、チョイバルさんは外、モンゴルを、ゴンチ議員ブムチェンド、内モンゴルを、デムチュクドンロブに任せて、内外モンゴル統一を構想していたことから、その誘いに応じ、リシュ神羅と共に、モンゴル人民共和国に亡命する。 人民解放軍への投稿に積極的だった副主席のダリジャヤと保安委員会副委員長の八海夫らは、猛古自治政府を西猛自治政府に改組して人民解放軍に基準した。当初は、特王はモンゴル人民共和国当局から監視されながらも歓迎を受けて、ソ連とモンゴル人民共和国に協力を要請するも利用価値がないと判断したモンゴル人民。 共和国当局によって逮捕されて中華、人民共和国に引き渡され、戦犯として金庫刑と思想改造を受けた。国中で、徳王は他の囚人より豪勢な料理と部屋が与えられ、人民服ではなくて、モンゴルの民族服を着ることが許されるなど、優遇された。1962年には、中国政府は、徳王とその家族が夫婦ほどに居住できるように、 取り計らった。1963年の特赦で釈放された後、周恩来の歴史資料を保存せよという指令に基づき、内モンゴル自治区分子館で働きながら回顧録を執筆していた。1966年に夫婦ほと内モー小医学院付属病院で肝臓病で死去。自伝は中国共産党を称えるなど、プロパガンダ的な残悔録の形態をとっている一方で、 自分の政治的行為の正当性を訴えている。側面もあるという評価もされている。もう古城京マイナス内もここ高日。総連、もう二千十七年十一月二十七日佐々木、二千十三七十二佐々木、二千十三八十から八十一盲協政権下の対、モンゴル人日本語教育について、現代社会文化研究二千四年十一月佐々木、二千十三 147から148ビレクトブレンバイアル、脱難者が語るモンゴルの戦中戦後1930から1950社会評論者、201ページ、佐々木、2013、148学日、東友枝田えただし猛虎青年決明党から、猛虎青年革命党へ日本支配期から戦後に、かけての内モンゴルにおける、民族主義政党マイナス28ページ、2011年、 神戸大学附属図書館所蔵佐々木、2013、157、徳王寺四百433ページ佐々木、2013、132佐々木、2013、156佐々木、2013、160佐々木、2013、168佐々木、2013、171佐々木、2013、171佐々木、2013、 172徳王辞元の役者、森潮の表、ありがとうございます。